こんにちはガンとたどるワイルドセブン今回は運命の七世その十七回です、えー、前回ね大事件が二つありましたね一つはですね足の子事件の真相ですね誘拐された女子大あ女子高生ですね女子高生たちの手首には外せない腕輪綺麗な宝石のついた腕輪がつけられていたと実はそれが爆弾で えー、その女子高生の家の近所に、えー、ゴミ収集車を装ったベートーベンといわれる車これが近づいてきてベートーベンをピキピキンってピアノで引き出すとドカン爆発ということでで肉鉄はですね、えー、その女子高生たちの手首つまりその爆弾で手首を飛ばされたくなかったら言うことを聞けということでその女子高生の親 これがね多くが企業経営者なんですねその企業を肉鉄に身売りさせるそういう作戦を取っていたわけですねとんでもない話ですね今,今時というかこの頃でも絶対通用しないですよねそして、えー、その肉鉄の悪巧みとね、我がワイルドの、まあ、リ,リーダーというか隊長でありね頭脳この草並とのね駆け引きがね始まったわけですねそして ある時突然現れた殉職したワイルドのメンバーにそっくりの容姿をしたロックバンド、まあ、これにねヒバは目をつけて、まあ、肉鉄をかく乱させるためにね、えー、偽ワイルドを構成しようということで前回は、はい、局長からですね局長ねから前借りを500万して。 えー、ピンクのマスタングを買った残りのお金で MGC のモデルガンを大人買いしたというね、えー、我々不安今でもたまらないですねこれね私中学生の時でしたから当時はもっとたまらなかったですね俺もねそのぐらいやってみてーなんてね結局夢に終わりましたけれどもねはいということで今回ねこの2つのね流れを軸にねたど、えー、ってみたいなと思います 一緒にたどっていただけるのは何の脈絡もなくですね唐突にいじりたくなったはい国際のね、えー、ポケットですねそれと同時期にねやっぱりこれもね非常にね、えー、何度も作ったキットモデルでね懐かしいねマルシンのね2 5ととでまあ、この2つだけじゃしいんでねこの間ね、えー、昭和改装で引っ張り出したねこれをこうしたら絵面としてはどうですかっていうことで、はい 話のなか退屈しのぎにいかがでしょうかということで並べて話していきたいと思いますそれではねちょっと本編をたどってみましょうはいまずですねその女子,大生あ女子高生のね、はい、手首がねやっぱりバン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 ねやられてしまっていますんでそれが怖くてどん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 ねはいあのいろんな企業をね見売りをしているわけですで万が一ね断るやっぱり経営者もいるんですね なとそんな脅迫なんかだけど大事な企業を売り渡せるかっていうとね局長ね近藤局長がね「うんじゃあベートーベン2号を派遣せい」ベートーベン複数台あるんですね。それでそこの拒否した会社の社長さん今ね鉄の子でねあの手,あの手首じゃないあの腕輪を切ろうとしてますねその瞬間バン爆発ですね。 はい、やっぱりそういうね力がかかるとねやっぱり爆発することになっているんですねで中華料理屋でね局長と次長のね都市さんほか数名のね幹部がね、えー、お祝いをしているわけですどんどんおかげで一社また一社と肉鉄のものになっていくはまさに国取りだなっていうのをですねえボディーガードとして非場も同席して聞いています、はい、でそんな中ね局長がポロッて言うんですね まさにこの女子女学生誘拐のアイディアは軍師ならではのグッドアイディアだなっていうわけですねつまりワイルドセブンが命がけで何人ものメンバーを犠牲にしながら狙っている軍師というのはやはりとんでもないやつで今回のようなこういう脅迫作戦をね考えるわけですねヒバハが痛いって言い出して席を抜けて、えー、ちょっとね歯医者さんに行ってくるよってね えー、駐座しましまたそうするとねヒバにはねはい、えー、まあ見張りというかねお付きの人間が来るわけですヒバはね信用がねえんだなっていうとねそのついてきたボディーガード兼、えーまあ、見張り役がね入社半年ではねっていうことですね。はいそんな頃、えー、草波さんと鳴沢賢治が「セブンレーラー」の秘密基地の中で話をしています。 草ないいことを思い出しあの思いつきました。音波が届かないつまりベートーベンの音楽まあ音波が届かないところに女子学女学生を非難させてしまえばいいだろうということで、はい、外国にね逃がしちゃおうとするわけですね。その手配を、えー、今草なはしているところです。そうですね。ベートーベンの音楽が届かなければベートーベンというのがその、えー 秘密兵器ですよ、えー、そこから出るベートーベンの曲っていうねその特定の音波に反応しますからそれが届かない外国に行ってしまえばねもう大丈夫だろうっていう草波のね当面の案ですね。って言いながら草波は電話を取って歯医者の森田さんっていう人に連絡を取りますこれが実はですねあのヒバの行きつけのさっきね歯が痛いからでちょっと歯医者行ってきますって言った歯医者さん。 荒石家って書いてあるんですけれどもなぜか森田さんというふうな表記になってますどっちなんでしょうかよく分かりません、はい、一応森田さんにしましょうで彼が実は草並とヒバの連絡役になっていたとで待合室で当然ね肉鉄のね回し物がねヒバの行動を監視してるらしいんですけれどもそのね監視してるやつの目をごまかすためにヒバの歯を抜くような手術をしていると。 いうような風情を装ってひばを逃がしますはい裏口からねでこの歯医者さんにいるふりをしてヒバはねしばらく活動できるわけですねで、えー、まずその歯医者さんは草並さんからのね、えー、指令を伝えますはい。まあ要するにその草並がね女学生を飛行機で外国に逃がすようなために、えー まあ要するにベートーベンを片付けろっていう指令をね草並は出してきますところがですねはいヒバはねその命令を拒否します要するに我々の目的は軍師の暗殺だとね途中で話が変わっても知らねえよと言って出て行ってしまいます要するに女学生を守るということよりもヒバはどれだけ多くの仲間がいなくなったと思ってんだということでね まあセリフとしてはですね、えー、要するに軍師をあの世に送ると同時にそれがヘボピー両国勇気0 0たち悲惨な最期を遂げた仲間たちの敵討ちになるんだということで敗者が伝えてきた草波の命令は無視して出て行ってしまったということですねはいそして火花の向かった先は例のルビー・エンゼルと森の魔法使いというね えー、彼女らが、えー、コンサートをやっている劇場の楽屋に向かいましたでヒバがね言うわけですねヒバはね、えー、そのムスタングを買ってあげる代わりにね6時間だけマネージャーをやらせてくれって前回言いましたよねでその、えー、いよいよ本番が来たわけですねでヒバがね楽屋で「いよいよ出番だ支度してもらおう」って、えー、このね ワイルドセブンそっくりのロックバンドの連中に支度をさせるんですけれども実は例えば「800」にそっくりなキーボードやってるミュージシャンは銃を逆さに構えたり「で雪」にそっくりなボーカルはシュマイザーにドラムマガジンをはめようとしてたりで「親分そっくりの人はラーメン食ってます」はい、でひばが起こります。それじゃ持ち方が逆だと。 モデルガンの扱いも知らんのかいというとね、ユ、え、キ、ー、そっくりなボーカルが私ら歌手ですものと言うとヒバがね、6時間だけはワイルドセブンになるって約束だろうっていうわけですね。で、心の中でヒバはこれでハったりが通じるのかねと。偽物とバレたらこっちの命も危ないんだぜということですね。で、えー、ヒバの計画としては一応ね、 ワイルドセブンとしてこのロックバンドを出現させるけれども、えー、それはね、ハッタリをかませて敵にね、銃を撃たせないっていうね、作戦を取ろうとしてるわけですねただヒバはね、だんだん心配になってきます銃の持ち方も知らないこのロックバンドの連中じゃバレるんじゃねえかなっていうことですねっていうとね、一、えー、曲歌い終えて楽屋に戻ってきたボーカル、ユキそっくりなのがね であんちゃん作戦はなんんて聞くわけですねでひばあんちゃんっていう感じでねちょっとね頭がくもくもになってしまうようなひばでございましたただ慌ててねひばはね歯の治療中ってことなんでねえ戻るんですけれども実はこの、えー、歯の手術をしてひばが抜けている時にはい見張り役にね麻酔を打ったらしいんですよこの医者が歯医者が。 ところがですねこの麻酔が実は効いていなくて、はい、この、えー、見張り役の肉鉄の男がこの歯医者を拷問してしまうとこれによってヒバがスパイであることがどうもばれそうですと、えー、そんな時ですね、えー、肉鉄から狙われている 経営者の一人と大きなレストランに行った鳴沢賢治と、はい、草並ねここにですねなんとですね偶然ねはいあの肉鉄の局長とトシさんが来るわけですねでここでねつばぜり合いがあります殴り合うわけではありません打ち合うわけでもありません肉鉄さんもいろいろとうまいことを考えたみたいですけれどもまあ女学生たちはね 海外にね旅立つことになりましたんで若干「米みたいなことをね草が言うんですよでも草並と鳴沢とね、えー、その、えー、被害者というかね狙われているお嬢さんを持っている経営者の方はねもうガハハガハガハハ笑いながらね食事を待っているところなんですけれどもそこにテレビがありましてはいとんでもないニュースが流れてきます。草がですね 女学生を海外に逃がそそうとしたその飛行機もうとうにね、えー、離陸時間を過ぎているんですけれどもなんとハイジャックにあってしまって足止めを食らってしまいましたなんてこったということなんですけれどもでこの、えー、104便というね便これがハイジャックで動けなくなっているということはベートーヴェンが近づけば 爆破されてしまうということが判明して草並慌てて動き出しますハイジャックをひばに解決させようと電話を取るんですけれどもそれももうねもう間に合わないというような感じですねで同じニュースを見ていたはい肉鉄勢ですね同じレストランの別のテーブルにいます今度はこちらが大喜びです直ちにベートーベンを回させましたよしよしこれで飯がうまくなるわい ってな感じで大盛りり上がりでで、すねで。我々不安にとってはもう一つとんでもない事件が起こりました実はその女学生を乗せた104便飛行機ハイジャックにあってますハイジャックはね仮面ライダーのお面をつけてますねそこになんと久々登場の我らがイコちゃんとしのべえまで 偶然乗っっててていい人質になししまいましたとさあどううなるんでしょうかとにかくヒバは草並みから何を言われようとえ軍師暗殺っていうところに今凝り固まっていてまあそれはもう本来のミッションなんですけれどもねそのために偽ワイルドを使おうとしているところに今度は、はい、ハイジャックこれを解決しないとならない状態になってしまった。 で、で多分ですヒ、ね、バのことですから草並みの命令は無視するんですけれどもしのべとイコちゃんが被害者の一人だよとなった瞬間にガラッと変わってそっちの方に駆けつけるんじゃないかななんて予感がしますね。はい。ということで「が、え、ん、ー、とたどるワイルドセブン運命の七星」その17回いかがでしたでしょうか。今日はね、えー、この キー銃とちっちゃい銃でちょっと並べてね一緒に辿ってもらいましたよろしければねまた来週お目にかかりたいと思いますではまた